MLB で起こった前代未聞のサヨナラ劇が、日米で話題を呼んでいる。現地時間6月3日、シカゴホワイトソックスは本拠地でデトロイトタイガースと対戦。1対1の同点で迎えた10回裏西満塁の場面で、打席に入ったのはホワイトソックスの5番打者、ティム・アンダーソンだ。だが、ここで相手4番手ホゼ・シスネロが投じた初球 96.4 マイル約 155.1キロの高めのフォーシームを捕手が取れず、球審のマスクに直撃するというハプニングが発生。球審がモンドリ打って倒れ込み、ボールが点々と。その隙に三塁走者がホームに生還し、そのまま試合終了となった。96マイル直撃。コッパ、サインミスかな。これ無事やったんか？しかもサヨナラで草。サヨナラやんけ。サヨナラで草。キャッチャーアワーはで草。キャッチャー試されてて草。石ころさ、野球って合法的に人殺せるよな。ピッチャー、心配して駆け寄ったのかと思ったわ。ピッチャー駆け寄るにしても全力疾走すぎると思ったらランナーが帰ってきて草。これホームインの判定できてないからサヨナラじゃなくね？プロレス的にはせやな。上皮節かな？これ投手が投げた球を投手が捕球しとるけどルール上問題ないんか。まあこれどっちにしろ冒頭でサヨナラやろ死んでないか心配やわ。96マイルでこんなもんか。マスクにボールが刺さった金田のストレートは100マイル超えてたな。直前にクソ判定でストライクをボールにされてたんやろな。判定にムカついたらこれをやればいいという風潮。かわいそう。